新谷京です。よろしく。こっちのこのスペースが使えるんですよ。乾杯でしょう。全然できん。はい、皆さんおはようございます。淡津スキーシアターでございます。今日は神田目、スキー場やってきております。新谷京さんのグラスキーレポーシュですね。2日間皆さんに紹介していきたいと思います。グラスキーのね、面白いところ、楽しいところ、そういうところも皆さんにお伝えできたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。アワズスキーシアター始まりましたよ。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。新谷さんです。新谷京です。よろしくお願いします。グラススキーはもっしょいじょ TV もよろしくお願いします。お願いします。概要欄見てね。見てね。ノリピーチャンネルのノリピーさんです。よろしくお願いします。概要欄見てね。はい。履くのもね、こうやってけど、こういうのも交換してます。つま先を引っ掛けてカチャッと止める感じですね。アーズスキーシアター。ワイドスタースって立ってるこの今の重心の位置、立ってる場所をできるだけ変えずに片方の足だけこれね動かしたい。で、やっぱり結構動いちゃうんですよ、こうやって。あで、動くともうこっちの角が起きちゃうので思ったように操作ができないです。足を動かすときにここがこう変わらないように若干外向きにした方がいいです。弓の字をちゃんとキープしてほしいんですけど、まあ、ここがこうやって我慢できてちょっとこうプレッシャー感じるように作れると角は残しやすいと思うので、山足動かすときにちょっとこう外交ロックみたいな感じ。そうそうそう。でそのためにはあのこうやって曲がってるとここロックかからないですよ、緩んじゃって。だから引っ張っててほしいですよ。これね、ほんと簡単そう見えて難しいんですよ。これね、ほんとコーチは簡単にやってますけど、すげえ難しいんですよ。代行することによって、グラススキーの角をキープするっていうのに見合いのエクササイズで、ワイドスタンスで、内向をキープしてちっちゃく回る。こんな感じでね、アップカンナーではベルトで上がっていきます。スキーはベルトの上に置いて外して上がります。スキーシアター。グラススキーはですね、あの一切ずれないので操作がすごい難しいんですよね。なのでその操作を慣れるためのエクササイズもたくさんやります。でそれももちろんあの冬のスキーにもつながってくるんでね、あの練習していきたいと思います。受け入れる山回り、止まるというか方向変化、方向変化何の時に。そんなことないですよ、できてます、できてます、ちょっとずつできてます。めちゃくちゃ難しい。車高から今度こっち、ターンしながらみたいなイメージあるかな。その足元を動かすことによって絶対重心移動が行われるんで、その重心移動を素直に受け止めること。戦わない。車高っこからうわーテーキングで。おー、ナイス。うまいなぁ。どうでも、おー、スピードが上がってくるとバランスが取れるから乗れるんですよ、こうやって。だけど、皆さんはスピードが上がるとめっちゃもうこうなる。バタバタしてる。バタバタしてる。あ、もう、あ、やばい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 。最初はもちろん谷が上がる
上りになったら今度こっちちゃんと乗ってつま先をこう上に向けてあげるような体重を大事にしないと、あーって斜めにここに疲れたんで、大森さんどうですか。そうそうそう、左足ちょっと。おお、ナイス。これがちょっとした体重の場所がずれてると全く足も上がらないし蹴れないしっていう、めっちゃ難しいんですよ。大事なのは、そう、前の車格好だったりとかターンになった後の山回りからこっちに行くのなんで、山回りからこっちに行ってこっちに行くじゃなくて、山回りからダイレクトに次の内側に入れるかっていうところが大事なんで、そこの足踏みを2、3回でやってもらって、後半はしっかり山回りに深く取ってもらって OK です。いいな、うん、スキーシアター。はい、午前の練習が終わってご飯です。アグリガーデンさんです。来ました。これ何でしょう、ブルーベリーのベーコン美味しそうです。いただきます。あ、後ろに食べちゃう。グラススキーはこうやってオイルを塗るだけでいいので、グラスノーとかに比べたら楽ですよ。体をこうやって動かすというよりかは、やっぱこうやってグラススキーのつま先をしっかりとターンの内側に向けるっていう風な方法をちょっと頑張って動かしていくんですよ。傾きがないとつま先内側に向けれないんで、立った時にやっぱりこうやって角が立ってないっていうのもうまくいかない原因の一つなんで、基本的にちゃんと力を、中心からこう外側にかけて立つ。おお、気になるわ。内から外にかけて、内から外にかけておいてつま先を角付けをしないと曲がりません。頑張って足開いて、足をもうちょっと開いた方がいいかな。でも足の筋肉っていうのはこうちょっと突っ張っててほしいんですよ。ちゃんとこの大腿をちょっとこう内旋させることがすごく大事。そう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 、スキーシアター。膝の下にこうやってスキーがある以上さ、スキーは絶対傾かないんで、必ず大腿をちょっとこう内旋させて、膝よりも外側にグラススキーがあるっていうのがすごく大事です。関節が硬くてちょっと入りにくいかな。大腿を内旋させて、おっと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 、カードさせていく、いいんじゃないですか。ちゃんとスタンスを開いて角が立ってから曲がる。スピードが出てくるとみんなだんだん開きながらもう曲がり始めちゃう。可動付けしながらターンにすると自分の下のスペースしか使えないんですけど、可動付けしてから曲がればこっちのこのスペースが使えるんですよ。自分よりも高いところのスペースが、これを上手に利用していかないとずれないグラススキーでやっぱうまく滑っていうのが難しいので、必ず角を立ててから曲がるっていう風にしましょう。あと角を立てるで内旋ですね。まず角立てる、そこから曲がっていくと、大腿の内旋も同時にやって可動付けをしっかり強くすると、可動付けしないと曲がらないし落とされるんで、すごくそのできてるできてないがよくわかりますよね。可動付けをしてからターンに入る、そういうことで自分より山側のスペースもしっかり使えるということですね。それができないと下のスペースしか使えないので、スピードで落とされて偉くなっちゃいます。うまくいってるそうです。素晴らしい。スキーシアター、こういう意識を持てればいいと思うんですよ。その足をこうやって操作した結果、スキーの向きと体の向きは絶対こう変えられるんですよね。そこでさらにこの足の裏をこっちにこう傾けられれば、もう絶対こうパラレルスタンスからうまく出してくるんで、内足は必ずターンの内側方向でつま先をしっかりと操作で向けていくことが大事です。
でこっちがこう後ろ方向に使え始めたら、外スキーはしっかりと後ろから前に使ってください。内足は前から後ろ、外足は後ろから前。そう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 、デッキスキー、はい、デッキスキー、グー、ナイスナイスナイス。ターンを始めたら、そのターンはちゃんとこのスキーの足が3年から4年目くらいでやってくるの。後ろの石の後ろに、しっかり仕上げてください。そこスキーを後ろから前に滑らした後、このスキーをそこまで操作できたら、次のこっちの後ろにはめちゃくちゃ行きやすいんですよ。なんでかっていうと、この前のターンの後半でここで止まっちゃったら、こういう斜面に対してここで止まっちゃったら、これの後ろに行くのめっちゃ怖いんですよ。ここでスピード出てるから。で、このつま先をもうちょっとこうやってやれば、ここでもう壁ができるから、ここからこっちに行くのは簡単なんです。アワーズスキーシアター。アワーズスキーシアター。下に見られるプレッシャーに耐え、これでした大変申し訳ございませんでした。先生の言うことをちゃんと聞けるように今から努力します。皆さん最後に一本怪我なく頑張ってください。行きましょう。制御できてね。いやいや、大人の滑りでいい滑りですよ。ありがとうございます。1個成長しました。アワーズスキーシアター。今日は今から宴会ですか。はい、アワーズスキーシアター。ありがとうございます。お疲れでした。お疲れ様でした。明日も一日頑張ります。出来が悪くてすみません。とんでもないですよ。今日は良かったんじゃないですか。ありがとうございます。アワーズスキーシアター。夕食です。カモ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 ン。はい、今日はどうも、私のアシスタントインストラクターの方角のそうやったっけ。いや、あ、違う。乾杯でしょう。乾杯。お疲れ様でした。もっと全然お尻はキャラの前半は外側から回して OK。 単純にそこ足にご飯の後の反省会でございます。今日言うたやつですね。皆さん、あーだこーだの楽しそうに意見を言い合っております。おはようございます。2日目です。おはようございます。おはようございます。デイ2です。いや、今日もよろしくお願いします。お願いします。スキーシアター。社格好系のエクササイズから今日はスタートしたいと思います。で、単純にもこうスキーの上に立って社格好していただくんですけど、社格好するときにやっぱこうちょっとスキー前後差つけてください。足元がずれてるのにこうやって立たないでください。ずっ
ずれたらずれたなりに立つっていうのが大事です。前後差をつけてそれなりに体の向きも合わせるというところで、ただ立つだけ。今度はちょっと角付けつけます。右足の角付けをキープ、さっきのにプラスアルファしてやります。どうでしょうか、うまくできてるでしょうか。皆さんこうやって一個ずつね、丁寧に分解して練習するのが大事ですね。今度はさらに角付けを角度を変えずに山側の足を上げる。この時に谷側に寄っちゃうと角付け緩んじゃうんで、そうだな、緩んじゃうんで、その角度変えないようにとは大事ですね。アワーズスキーシアター。ターンの後半に、内足を持ち上げる、着地させる、ターンする、内足を持ち上げる、ターンする、みんなでターンの途中にさっきの持ち上げるやつを入れると。ドスンと外にね、上げて下ろした足にドスンと乗っちゃうとダメですね。ちゃんと谷足に上に乗ったまま、この枝きするイメージかな。ですよ。お、大きいサイズ。そう。お、若松さん、ナイスですよ。後半しっかり外足を上にしたまま、前半捉えて。これもいいよ、思ってた。ナイス。みんな真剣です。やってます。行けば、後ろにこう、来ますし、出れば前に来るんで、そこもちょっと意識してもらって、一番の骨盤の向きをあえても極端にね、やって入れ替えて、お尻の向きと高さもね、しっかり調整してですね、次の内足の小指側のエッジをですね、引っ掛けてからターンしていく、こういう練習に入ってます。おお、爆上がり、赤間さん爆上がり中です。ビデオを見ながらアドバイスをしてとります。戻してきて、そのままパーッと戻して、戻したらもう終わり。次、
来たら次、来たら次っていう風なのをちょっと連動させていきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこれぐらいしといたろ。伝えたろ伝えたろ。こんなもんでいいか。ちゃんちゃんって言っときますわ。お疲れ様でした。どうですか成果は。成果はまあ許したろ。許したろ。どうですか今日の皆さんは。日に日に良くなってると思いますよ。素晴らしい、はい、私はどうでしょう。私は大良くなったと思います。ありがとうございます。最後の辺パラレルなりそうでしたもんね、はい、なったことにしておきましょう。なったことにしておきます。今シーズンついに1球まで来ました。素晴らしいです。おめでとうございます。来シーズンは、はい、夢のアシスタントでインストラクターを目指して頑張らせていただきます。みんな応援してます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。スキーシアター。はい、ということで2日間また噛んだ。早速噛んでおります。わざとです。2日間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。これで神鍋のグラスシーズンは最後ということですかね。今シーズンは今日が最後です。今日最後です。どうでしたか生徒さんたちの成長ぶりは。成長ぶりは元からいるメンバーの皆さんの全体的なレベルが上がってきて、そこに新しい人が入ってきてくれて、新しい年を重ねても去年より上手い自分がこう要所要所に出てくるのに私もすっごい嬉しいし、多分それは皆さんも感じてるところだと思うので、やっぱりあの上達はねすごいされてます。毎年毎年素晴らしい。でそうやってグラスキーにこう慣れた長くやってるメンバーの方が新しく来た人にもまあ優しくね教えてくれたりとかね、ノミニケーションでね教えてくださったりとかして、はい、まあ和としてもすごくいいし雰囲気もいいし、あのいいシーズンだったと思います。素晴らしいです、はい、全日本選手権ね今年は外国人選手も来て、うん、めちゃめちゃ盛り上がりました。グラススキーの魅力をぜひお願いします。グラススキーの魅力ですか、はい、やっぱ緑の上を風を切って気持ちよく滑れるっていうのが一番の魅力だと思います、はい、滑走そのものがすごく私は楽しくて魅力的だと思うので、それがもう魅力です。滑走が魅力、はい、わかりました。ということで皆さん、ここアップカンナベ来年もやりますね。来年もやります。やりますので、ぜひこちらに来てくださ来ていただいて、新店舎のレッスンに皆さん入りましょう。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様です。皆さんグラスキーやってね、楽しいからやってね。ありがとうございました。アワーズスキーシアター。はい、というわけで、新谷久さんのレッスンを、終了して今、家に帰ってきてお風呂に入ったところでございます。めちゃくちゃ疲れましたね。あの私の動画出てると思うんですけど、あれめっちゃ下手でしょ。めっちゃ下手なんですけど、できないんですよ。でどれだけあの普段の雪の中でサボってるかっていうのが分かりますね。ぜひね、皆さんもグラススキーね挑戦してみてください。来年もアップカンナビやりますんで、新谷久さんのブログとか Facebook 貼っときますんで、概要欄に必ずチェックしてもらって、見るだけでも一旦見てください。グラススキーの滑りよく載ってるんで。ということでね、今回はグラススキーの紹介になりました。皆さんがこれを見てグラスキーちょっとでも楽しいな、やろうかなと思ってくれたら嬉しいかなというふうに思います。では、次の動画でお会いしましょう。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。